ああ、お嬢さん。いらっしゃいまし。こんにちは。どうなさいました。お手を怪我なったんですって。はあ、そいつはいけませんね。あいにく部長の田所先生がお手が塞がっておりますので、代わって笹島先生がお手当てをいたします。それでよろしゅうございますか。はあ、じゃあどうぞ考えてお待ちしてます。ミシンって危ないもんでございますね。お痛みになりますか。いいえ。佐々木です。はじめまして。この指ですか。拝見しましょう。どうぞ。堤さん。あんたの番よ。いいわ。どうして。まっちゃん、うん、あんたやんなさいよ。うん、やった。お、僕の番だね。そう。ちょっとちょっと、来たわよ。何が。来たわ。すごいスーツ着て。誰がさ。院長さんのお嬢さん。なんだ。私見てこかな。照らしちゃうよ。うん、おいしなさいよ。だって私まだ一度もお目にぶら下がったことないのよ。綺麗なんですね。そりゃ綺麗ってばね。素敵よ。そう、行ってこ。すみさん、あんたも行かない。ねえ、あんたお嬢さんのこと一番よく話するじゃないの。綺麗だって言っただけよ。あんた一人行って三人もしてもらってらっしゃいよ。だって、ナイスなんだ人。ありがとうございました。まあ、おつおございますわね。ずいぶん痛かったでございましょう。それは、そんなのが入っててやりきれませんよ。あんまり手は動かしていけませんよ。先生、三角巾どういたしましょうか。そうだね。あ、よろしゅうざんすわ。あんまり大げさに見えますから。お嫌ならよろしゅうざんすよ。ねえ。そうそう。お大事に。ごめんすまして。院長先生のご容態はいかがでございますか。はあ、相変わらず。ご心配ですね。早くよくおなりになってこちらへも出ていただきませんことには。さあ、死の病気、急にはよくなりませんでしょう。そうでございましょうか。その、いかがでございますか。はあ、別にこれといって。そうですか。しかしなんですね、あの病気は。いや、いいんですよ、いいんですよ。はあ、お大事に。当分前に使っていただきますね。はい。医者としての責任上、そう願います。あ、ありがとうございました。お大事に。じゃあ、お送りしませんか。院長によろしく。は、じゃあ、ごめんすいません。千葉さん。まあ。岩田議員、覚えてらっしゃいます。覚えてますと。ああ、よかった。やっぱり小学校時代のあなたですわ。あなただってそうよ。そうかしら。そうよ。あ、ごめんなさい、ついらんぼな口聞いちゃって。構わないじゃありませんか。昔からの友達ですもん。
私ね、ここの養成所入る時から、ここの院長さんがあなたのお父様だってこと知ってましたのよ。でも恥ずかしいから黙ってましたの。何か外科。今だって手術室であなたのこと見てましたわ。そしたらとても懐かしくなっちゃって、たまらなくなって。そう？あ、その辺までお送りしますわ。こんなとこ見つかったら大変。あ、構わないですよ、私と一緒だったら。余計いけないの、生意気だって。わかるでしょ、そんな感じ。あ、そっちじゃありませんの、こちら。あら、本物のお宅お帰りなんじゃないんですの？急に父や母が懐かしくなって。鎌倉山のご別荘？どうなさったの？やっぱりダメ、口うるさいの見つかっちゃったわ。構えしないじゃありませんか。様子は？病院のことであなたにお知らせすることがあったんですけど、また今度にしますわ。病院どうかしますって？今とても燃えてますの。中で先生同士が、院長先生がいらっしゃらなきゃダメなんですわ。今きっと良くないことが起こりますわよ。ねえ、おっしゃってみてくださいませ。また今度ね、ゆっくりお話しするわ。これから毎日いらっしゃいますでしょ。じゃあお大事に。さよなら。さよなら。新橋駅まで行ってください。玄関。お帰りなさい。こんにちは。君や、お靴脱がして。どうなさいましたございます？うん、別に。あら、お客様ね。はあ。ねえ、君や。はあ。お客様の靴に付いてるもの知ってて。このセルロイドでございますか？ええ。この方は実利家ね、きっと。どうしてお分かりになるんでございますか？洞察力。あら、恵子ちゃん。こんにちは。いらっしゃい。お客様？うん。あら、どうしたの？ミシンでやっちゃったの。いけませんね。だって、恵子悪いんじゃありませんわ。お家のミシンのモーターの具合、とっても悪いんですもの。じゃあ、田所先生に手術していただいたの？いいえ、あの若い。そう、佐々島さんって方。うん。ウリガンのね。ルミジュールの匂いプンプンさせてましたわ。あれでなかなか秀才なんですってさ。へえ、そうかしら。でもあまりお上手じゃなかったわ。そう。お父様いかんわ。相変わらずね。お客様じゃ行ってもダメね。これお客様の、お土産。台湾製の方ね。そうよ、ご存知でしょ、響さん。響さん、ね、息子さんの方、雄三さん。ああ、あのごっつい方。悪口ね。よくは分かんないけどね、今度お父さんの秘書になっていただくらしいんだよ。へえ、あのデアプロみたいな方がそんな楽なりになったの？病院の方がうまくいかないんでね、その経営をお願いするらしいんだよ。そんなにいけないのかしら。お前どうしてそれを？着替えちゃおうかな。そうなさいね、お母様。脱がせて。しようもないお年齢さんね。君や。はい。それお客様や。痛い。ごめんなさい。うん。はい。すいません。数字だけの問題なら、あえて君を台湾から呼び返しはしないんだよ。問題は統制なんだよ。あ、人の輪なんだ、根本は。それが今の病院を救う唯一の道なんだ。それを君がやってくれるんだよ。さあ、どうでしょうかな。人の輪、統制、それに経済問題。
私には荷がかきすぎます。こうどうか君の信念と誠意だ。いや、情熱が解決するのかな。方法よりも情熱だよ。おい、楽にして楽に。え、タバコも吸ってくれたわよ。ただしだね、それだけの仕事を頼むについては、これだけのことは明らかにしておきたいんだがな。僕はかつて君の世話をしたからといって、押し付けるんじゃないんだよ。あ、よく存じています。今の病院には、大手術を要するんだ。僕もしばらく行かないと、すぐに内部で対立が起こる。それがために授業の成績さえも上がらない。それじゃあ僕は死にきれんじゃないか。そうだろ。僕はあの病院に対しては愛着を持ってるんだ。経済的な愛着じゃないよ。僕の島や市での業績としてなんだ。一代にして気づき、一代にして滅びる。それもよかろう。だが僕もやっぱり凡俗の徒なんだね。でも先生には安彦さんというご子息がおいでじゃありませんか。立派に後を取りなって、あれはダメだ。あれも凡俗でね。親子の情はありすぎるほどあるんだけれど、事業は別だよ。あいつには任せらんねえ。そんなことはしちゃっても。お世辞は抜いてもらおう。差しはついてるはずなんだ。あれには自身の生活力さえないんだ。副院長といったって名ばかり。今の時勢にドライブとダンスとゴルフ。やったもんだ。先生、お怒りにならないでください。極端な言い方します。もし私が経営を支給するとして、一番困ることは安彦さんがおいでになることなんです。やりにくいんです。お別れでしょうか。必ず意見の衝突を見ると思うんです。カモン、君の英断を待つばかりだ。もちろん私は先生のご一家のためなら全力を尽くすつもりです。そのためには安彦さんに対してビシビシやるかもしれません。そういう代表的な方法を用意していただけるでしょうか。無条件だと。あ、君ちょっとこれを。あ、ねえお母様、あの方のツムどうにかならないかしら。そんな好きになどするもんじゃありませんよ。失礼な。だってお庭にお水まきなの見えちゃったんですもの。お庭に。ええ、お兄様の大切な芝生。あ、そういやお兄さんたちは昨日から泊まりがけでゴルフなのよ。うん、お姉さんも。ええ、稽古もドライブ誘われたんですけどお断りしましたの。うん、行けばこんな怪我しないで済んだかもしれないけど。おやおや、それじゃあ本物のうちガラガラね。ええ、お兄様たちね、帰りがけにお見舞いに寄るとおっしゃっておっしゃいましたわ。そう、かれこれ一月も見えなかったからね、あの人たち。お父さんよ。先生、このお薬はやっぱり胃の方の。いや、反応しやしないのさ。何かやっとらんとうちの奴らうるさいんでな。薬を飲むということは病人の義務らしいな。じゃあとりあえずこの不動産の目録だけ拝借してまいります。そうしてくれたまえ。あ、よく調べた上、処分方法などよろしくお願いします。お帰りだ。あ、さようでございますか。じゃあお茶でも入れ替え。奥さん、結構でございます。バスの都合もございますから。タキコ、キビ君、とうとう承知してくれたよ。さようで、いろいろとお骨折りで。あ、ご期待に添えますかどうか。では、失礼いたします。お送りしませんよ。おもてなしもいたしませんで。キミヤ、キミヤ。はい。お客様お帰りよ。じゃあ、恵子さんですね。お久しぶりでございます。いや、いただきましたよ。すっかり立派なお嬢さんにおなりになって。あら、響さんだってそうですわ。日が暮れ頭の学生さんでらしたのが。いや、それはどうも。すいません。どうぞ。いや、いいです。
ちは。あら、お姉様、どうなさったの？お一人？ええ、いらっしゃいませ。響さん。安彦の家内、三木屋でございます。こちら響さん。はじめまして、どうぞよろしく。こちらこそ。あ、いずれ改めてお目にかかりますが、安彦さんにもどうぞよろしくお伝えください。は、失礼します。お目当てます。さようなら。なんだ、警部も来ておったのか。はい、会議室で皆さんお待ちでいらっしゃいます。あ、そう。あの、皆さん会議室でもうお待ちになってらっしゃいます。そう。あの、え、あの、皆さんお待ちなんですけどね。あ、分かってます。あ、そうですか。よう、よう。キリさんはまだ来られるんですか？ああ、まだですよ。遅いですな。何をしてるんだろうな。我々を待たせるなんて失礼千万ですよ。わざと遅れる。これ、威厳ですな。いや、皆さん、お集まりですかな。金谷先生。はは。肝心の、修二先生はどうしたんです？今、井戸田区をやりました。少しお待ちのほど。お宅と違って、こちとら忙しいですからな。ああ、どうも。鶴先生、またはったり聞かしてやから。金谷老人、気が弱すぎるよ。うん、お待たせいたしました。では、お手数でございますが、金谷先生から皆さんにご紹介願いたいと存じます。じゃあ、年からというところで、僕から簡単に。各課の部長の方々は、すでに一応委員長からお話のあったことと思いますが、形式上改めてご紹介申し上げます。今度委員長の特別なお眼鏡で新たに主事となられた響雄三さん。響です。外科部長の田所博士。よろしく。あちらのお隣は皮膚科部長の鶴博士。よろしく。こちらは精神科部長の橋爪博士。はじめまして。よろしく。それから産婦人科部長の榊博士。よろしく。よろしく。それから眼科部長の風間博士。よろしく。それから耳鼻咽喉科部長の岸博士。どうぞよろしく。いただけるんですの？わからんね。今忙しいんだ。お手紙ずいぶん差し上げたんですけど、何ともおっしゃってはくださいませんのね。わからんもんだな、君も。順じゃ一切そんな話はしないって約束じゃないか。じゃあどこでできるんです？逃げてばかりおいでのくせに。静かにしろ。いずれ会う。先生。
あのお嬢様のお見えですが。あ、そう。どうなすったの。兄様、何？それをなさる労力で、もう少しお役に立つお仕事なさったらいかがかしら。僕は何もしてやしませんよ。これはね、習慣よ。だって稽古らしくもない論法ね、それは響きとやらに言いそうなことよ。彼は行動派だって言うからな。行動は少なくも自己を限定する。響きとやらはそれでもいいけど、何も僕たちまで真似する必要はありませんよね。そうですわ、それでいいのよ。そうかしら。はい。若先生に響様というお方がお見えになりました。響様、私です。かしこまりました。とっちめてやらなきゃ。いや、しばらく。かけ違いました。今度は病院のことについていろいろと本音を願うそうで。あ、恐れ入ります。一度こちらへ伺うつもりでおりましたが、つい慣れない仕事に追われまして失礼しております。いや、今度院長から官僚を出つかりました。全責任を得というご命令です。もう父からの命令かどうかは知らんですけど、しかし病院は決してあなたの自由になるような性質なもんじゃない。病院はね、病院は響さん、単なる営利事業とわけが違うんですからね。存じております。僕は島家の相続者ですし、かつまた医者たる者の義務上、あなたの勝手を許さんつもりです。失礼ですが、私の勝手と解釈されたら迷惑です。率直に言いますが、院長はあなたを当てにしてはおられません。わぁ、おそらく真実があなたには通じていないものと思われます。それは君の秘局だ、それは。何とでもお取りください。僕は病院だけでなく島家の財政全般の管理を任されたんです。あなたはのんきにしておられますが、今島家の財政は危機に瀕しているんですよ、うん、しかしそんな話、そう、未経からはちょっと聞いたことがありますけれど、父からはまだ一遍も聞いたことありませんよ。第一ですね、自分の家が危ないなんてことは一番に僕は知ってるはずじゃありませんか。父は毎月請求するだけの金をよこしてるんですよ。だから来月から私が出さないようにします。こうやっちゃ、君の差しでは受けんよ。いやいや、落ち着いた話をしましょう。法人なら書類をお目にかけてもいいんですが、本当に今ガヤガヤ言ってる場合ではないんです。失礼しました。島木の財産は動産不動産化して約250万と見積もりますが、それが借金の額とほぼ同額なんです。北海道と静岡に相当の土地と、それに本宅の他に別荘だけでも5カ所ありますが、それが皆2番3番の抵当に入っているんです。最近ではその利息さえろくに払っていない状態なんです。どうします、あなた。いらっしゃいませ。お邪魔してます。何？どうしたの、こんなタバコ。響さんに。いや、どうも、すいません。じゃあ、ごめんなさいませ。ねえ、君、今の話あれ本当？ええ、事実です。整理の方法によっては全財産を失った上、まだ借金が残るんですよ。幸い病院の方はたとえ下り坂とはいえ、まだまだ利益を上げる見込みがあります。ですからその方だけでも健全にしとかなきゃどうにもならんじゃありませんか。そうね。私からお願いします。これからの出費は私の承認を得てください。いずれ経費の点は鎌倉の方とこちらのご本宅と別々に予算を組んでそれぞれ相談いたしますが、まあ大体今までの10分の1に切り詰めていただくつもりです。10分の1というと両方合わせて1万5000円以下。
それじゃあ君、僕の小遣いにも足らんじゃないですか。そんなこと言ってる場合じゃありませんよ。まるでそれじゃお困る生活だ。小じきの生活ご存知ですか、あなた。おい、何言うの君は。いや、私のつい言葉が荒くなったことは認めます。喧嘩はいじめましょう。わかりませんよ、僕は。あんたの出方一つ。お兄様。何？私もう病院回る時間なんですけど。あ、そう。じゃあ、何でしたお先参りましょう。あ、そうしなさい。僕は行きたくなくなったから。あ、何でしたら私が一緒にお供しましょう。そう、行動派に送ってもらいたい、行動派に。じゃあ、ずいぶん切羽詰まっておりますのね。まあね。でも、私だけでしたら平気でダンスは。いくら切り詰めても、それだけの暮らし方できるつもりでおりますから。そのつもりで言ってくだされば、僕も気が強いわけですよ。まあ、惨めな身にはすみませんから、任せてください。いいですか。あ、どうぞ。このタバコ、美味しいんですか。あ、安いからです。まあ。せっかく買っていただいて悪口じゃ悪いですな。いや、そんなこと。その指、相当長くかかりますね。まだいけないんですか。はあ、どうしたんですよね。笹島先生、針にバイキンがついてたかもしれないとおっしゃいますよ。いつも笹島先生が見るんですか。ええ、責任がある、責任があるって熱心にはやってくださったんですけど。やるかな。デートのクイーン、待ち人来たらず。笹島先生、お嬢様お見えでございます。あ、ちょっとお待たせしておいて、はい、ご無理なさらずにさ、どうぞ。もうすぐ終わるんです。先生の指の方は一体いつになったら治るんでございましょうね。冗談やないしたまえ。ねえ、糸田君。は？看護婦たちが騒ぐって、これが何か内部の東亜的な争いに引っかかりがあるんじゃないのかね。はあ、まさか。なんて言いましょうか、早い話がやかましすぎるとでも言うのでしょうか。まあ、中には男の患者と外出するのがいけないのなら、同じ部屋に寝起きするのはなおいけないじゃないかなんて、ずうずうしいことを言うやつがおります。なるほどね。まじまじ、かっこ悪い。どうも僕には大勢で来たってことが腑に落ちないのかね。なんだかそれで病院に対して不満を言ったり要求したりしてるんじゃないかね。まさか、私はそこまでとは考えませんけれども。まあいい、本人呼んでみよう。あ、かっこ悪いよ。堤さん、お電話よ。誰？主人さん。私行くわ。待って、私行ってくる。もしもし。あ、あんたは堤君か。え？は。いや、あの。堤君を呼んでくれたまえ。は。君か、ゆうべ患者と映画見に行ったの。私でございました。じゃあ何しに来た。君なんか呼びはしない。つんさんの代わりに来ました。うん、そいつをよこしてくれたまえ。いけませんよ。おいおい、君は何の権利があって僕にいいとか悪いとか命令できるんだね。それは私がつみさんの親友だからです。親友？女同士だからです。で、それはどうしたんだ。え、先生。なんだ。あの人死のうとしたんです。ん？超嘘じゃありません、本当なんですわ。君は何て言うんだね。西綿銀手申します。
で、つみ君がどうして自殺する気になったか、君はそれを知ってるんですね。言ったらいいでしょう。それはいろいろ複雑な。とにかく府長さんから侮辱されたって、それは悔しがって。侮辱じゃあるまい。府長は役目を遂行したに過ぎんのじゃないのか。でもあの人は潔白なんです。いい人です。ただ府長さんとは平然から仲が良くなかった、それを申し上げたんですわ、うん、それは君が弁護したい気持ちは分かる。しかし堤君は明らかに病院の規則を犯したんだよ。でも男手が見に行くぐらいで死ななきゃならないんでしょうか。バカなこと言うね君は。誰が死ねと言った。結果はそうじゃございませんか。私たちはこの病院でちょっとしたことですぐ目の前は真っ暗にされてしまうんです。あんまり不安が多すぎるんです。どなたかたった一人でも病院の中でそれをちゃんと分かっていただかなければ、私たち働いている女は不安で不安でしょうがないんです。あんまり希望がなさすぎるんです、うん、じゃあ僕には分かってもらえると思うんだね。そういうからには。よし、君は正直そうだ。君の言い分ならいくらでも聞こう。もちろん君はこの病院のためを思ってるんだろうね。はあ、そうか。ますますよろしい。スミ君の問題は何とかするとして、どうだろう。二人っきりで話をしたいんだ。あの先生と会った人でございますの。そう、病院外で誰にも知られず、いつ相撲できるかね。はあ、あの今日夕方なら。うん、ちょうどいい。じゃあ花屋で待ち合わせ。ご苦労さん。はあ、失礼いたします。慌てんなよ。連れてきましたよ。え、まあ。おふくろだよ。病院に働いてる石畑君です。いらっしゃいまし。はじめまして。先生にはいろいろお世話になっております。まあ、なんですか、わんぱく者ですから、しょうがないでございますよ。余計なこと言わんでくださいよ。さあ、どうぞ。階段急だから気をつけた方がいいよ。先生のお部屋ですの。
ああ、殺風景だろ。何？あの。うん？ああ、いいんだよ、いいんだよ。でも。先生。うん？気恥ございません？何言ってんだ。洋服段その上にある。いや、いい奥さんな。あら、すいませんわね。何おばがたとでも言うか。まあ、何を言うんです、お客様に失礼な。ねえ、お母さん、なんか取ってくれませんか。石畑君も僕も腹ペコなんだ。さあ、何がいいだろうね。何だっていいですよ。ねえ、石畑君。さあ、あやつさん。でも。この人は何だって食いつけてるんだよ。まあ、なんてこと言うんだろうね、この子は。じゃあ、ちょっと。すいません。いいお母様ですのね。さあ、どうだか。だって悔しくなってしまいますわ。何が？私には。いや、お母さんも何にもないんですもの。世の中でたった一人。その代わり今日から君と友達だ。君はそのつもりでいてくれたまえ。はあ。ご苦労さん。僕はね、君を見込んで重大な役目を頼む。もちろん友達としてだ。これにはね、第一に秘密を守るということが必要なんだ。二人の命がけの秘密なんだ。守れる。私、おしゃべりじゃありませんわ。うん。どういうことになるんですの、秘密って。今後僕の腹心になったから、君だ。腹心、わかる？はあ。僕の病院での仕事はね、なかなか難しいんだよ。場合によっては誰かでも敵に回さなきゃならないかもしれない。それが敵と分かれば文句はない。一刀両断だ。ところがそいつがよく分からないんだよ。それを君が教えてくれる。じゃあスパイの役なんですのね。うん、スパイね。嫌な言葉だが、やってくれる？やりますわ。病院を良くしようって言うんでしたら、私いくらでも働きますわ。私、それに先生のために働くのも嬉しいんですけど、その上、院長先生のお嬢さんとは小学校の時のお友達なんですもの。うん、恵子さんと？ええ、とても仲良しだったんですの。でもそのうちうちは貧乏になってしまうし、島さんはお金持ちだし、そのままずっとお付き合いはできなかったんですけど。なるほど、世の中は狭いもんだ。で、早速だが、医者仲間の対立、こいつが相当激しいようだが、何かそれについて？つまりは感情問題だと思うんですけど、そばで伺ってて嫌な気がする時もありますわ。いちいち名前あげなくちゃなりませんけど。うん、物をあげてもらう。沢島ってのはどうなんだ？キザで、まあ少し高慢で。うん、だいぶ受けがあるそうだね。あの男がお嬢さん狙ってるってのは本当かい？初めて伺いますが、本当なんですの？こっちが聞いてるんだよ。さあ、指の傷を一日おきにお手当てなすってますけど、別にそんな様子は見えませんわ。でも、あの先生なら。ありそうっていうのか？うん、まだその問題はいいや。どう？はい。うん、若先生、副院長は？あの方は私たちには親切にしてくださるんですけど、妙にピントが外れてますの。それに、皮膚科の鶴先生との間に木剣があって、病院は鶴先生一派で処理しようとしてらっしゃるらしいですわ。うん、赤先生はロボットにされてるわけでしょ、きっと。そうか。しかし今の状態じゃ鶴先生には手が出せまい。何しろ一枚看板だからな。とすると、まず君は赤先生を病院に近づかないことだな。そうだろ？そんな昔ことは分かりませんけど。うん、とにかく頼んだよ。君は頼みがいのある人だ。そして必ずやってくれそうな人だな。一生懸命やりますわ。頼む、病院のためにね。それから先生のために。じゃあなお一層ありがたい。
気になったんだろう。大学軍を入れてきてるだめ。大至急だ。これは済み次第でよろしいかどうか。時間がないね。早く頼む。響さん。おう。こんにちは。もうお帰り？は、明日から帰らなくてもよろしいそうで。おう。ご挨拶まで。いや、それはよかったですね。もういいんですか？まずまず、お嬢さんの手も今日で訪問というところですかね。そう。ちょっと、色の変わってんな。これはすぐ治りますよ。おかげさまで。いや、失礼します。ごめんしました。何か報告があるのかね。笹島先生がお嬢さんを狙ってらっしゃるってこと、やっぱり本当らしいですわね。いや、いいんだよ。いいかね。君は敵か味方かも区別がいいんだ。それでいいんだ。はどこださん。はじゃあちょっと行ってまいります。と、大阪の佐川さんの方への利子の払い込みはどうなりますでしょうか。うん、個人の方は僕が体当たりする。銀行はそうはいかんからね。キャッシュで済む範囲はどんどん片付ける。あとは後でどうにかするよ。行ってまいります。よろしく頼みます。ごめん。これからすぐに鎌倉山の方へお帰りですか。はあ、僕はもう手が空いたんですが、お宅まで送らせていただきますか。構わんのですよ、僕は。いいでしょ。え、どうぞ。じゃあ、ちょっと待ってください。すぐ参りますからね。じゃちょうど誰もいない。行ってくれたまえ。まだ何かある？あの、精神病科の橋爪先生。あの方、先生の味方ですわ。とても病院の棚を持ってらっしゃいますの。橋爪君か？ひげのある。え、よっ。あ、忙しい？おかげさんで。ああ、寺結構。あの人ね。え、うん。あの人、若いけど博士だったね。え、先生のこと、とてもよく思っておいでのようですわ。ありがとう。分かった。ご苦労。先生ですわ。どちらかお出かけのようです。そんなことはどうでもいい。静かなところですね。山奥みたいですよ。ええ、さっきの寝顔はなかなか良かったですね。まあ。
警部。は？あの、僕。何度ざますね。ざっくばらんに言いましょう。僕のやってることは、順序としては間違ってないつもりなんだ。今日は、あなたから直接ご返事を伺いたいと思います。僕のことはもうお家でお聞きだろうと思います。それともまだお聞きでないんでしたら。いいえ、よく存じております。お兄様とお姉様とでいつかの晩あなたをご飯にお招きいたしましたでしょ。その時直感的に分かりました。後で母からも聞かされましたけど。でいてこうして交際してくださるのは希望を持てということなんですか。もう少しよく考えてみたいと思います。僕は一生涯食えるだけのものは持ってます。学問も精神力も持ってます。それにあなたを幸せにするだけの気迫もあるつもりです。いや、ないとは申し上げませんわ。それだったら注ぎます。私あなたと付き合いするようになってから少し後で母からどうって聞かれましたの。そしたらその時お任せいたしますってはっきり申しました。じゃあ受け入れてください。佐島さん、あなたがざっくばらんとおっしゃったので私もそういたします。実言うと私あなたのことまだよく分かっておりません。そんなことは時が。それにあなたを愛してるとも断言できませんの。それだって時間が解決してくれる問題です。でも女性にとっては随分と物足りないことです。重大なことですわ。じゃあ恵子さん、僕が断言します。僕が勝ちます。きっと勝ってみせます。結構ですよ。そのご返事さえ聞いた以上僕はもう元気ですよ。僕は必ずあなたの気持ちを決めさせてみせます。この病院にはいられません。でも、もう死ぬようなバカなことはしません。ご安心ください。探さないでください。何にも言わないでください。くれぐれもお元気で。石は死ぬ。いいかね。先生のご予定の変わったことはできるだけ外部に秘密だよ。は。金融関係の方ではまだまだ先生の信用を保ってるのもあるんだからね。それでもバレると整理プランの変更なんてことになって大変だ。あ、分かっております。よろしく頼みます。あ、あ、それから金谷先生の支度はいいのかさあ、もう多分よし、忙しく。あ、先生。何です。あの、大先生付きの看護部一人は決まったんですが、もう一人適当なのがまだ見つからないんでございます。それは君の役目だ。一局の人と相談してます。ありましたな、先生。まだお支度なさらないんですか。今さら僕でもあるまいじゃないか。しかし奥さんの気休めということもありますから。あ、そりゃそう。院長が僕の脈を取らせるって嫌。それは僕だって医者だからね。お願いしますよ、大至急。こちらの立ち会っていただくじゃないか。もし切開ということになったらいかんから。万事よろしく。それから冴島先生にも言ってもらいます。ああ、これはまあ医師の立場以外の立場も含めます。ああ、どうぞ。それは僕の専門以外だ。じゃあよろしく。
やれやれやれ。しかし院長は指示させますから。そうね。お、佐島先生いないか。あ、いいえ。どこ行った。たった今までここにおいででしたけど、医局の補助ございませんでしょうか。うん、そうだ。先生。なんだ。あの、お願いがあるんですけど。うん。私、もうとても苦しくて。何。どうして。なんだか先生方が変な目で私をご覧になるような気がするんですの。決して気づかれるような変はしませんけど、私の方で心配なんです。君は何をやましいことしてるわけじゃない。自分の利益のために秘密を売るような行為とは全然違うんだ。はあ、そうだと思ってますわ。でも理屈でなしに。嫌なら頼まなくてもいいよ。いや、決して嫌だと申しませんわ。それどころか少しでも先生のお役に立つかと思って嬉しくって。いや、いいじゃないか。それでいて人に顔を見られるのが怖いようです。見られるのが怖いようで、この森にあって余計ですの。そう。じゃあどうだ、しばらく院長の付き添いに行ってたら、よく看護を二人起こしてくれって言ってきてるんだ。ちょっとの間病院から離れるのが落ち着くてだ。私にそんな資格がございますかしら。僕が認めよう。余計頭うるさくないでしょうか。うん、よし、院長やお嬢さんの指名ということにしよう。その代わり死んじゃってくれ。はっ、それはもういい。じゃあすぐ支度をして、急いで。はか。いかが。うん、なんともないよ。なんともないなんて、ね、お父様。警棒バカだね。泣くやつがあるかい。お父様は笑ってるんじゃないか。ねえお父様、お願い、お信じになってください。奇跡ってこともあるんです。奇跡？それがどうして。結果はどうでも、人間の最大限の力を信じになってください。何を言ってるんだい。切開手術って笹島さんもお兄様もそうおっしゃってます。いや、かわしいね、あいつらは。ね、青にさえわしの体がどうなってるか音でゆっくり調べりゃいいんだ。わしはこれでも天下の名医だ。メイが言うんだよ。だって、いや、もうあっち行っていなさい。うん、最後の時が来たらわしが呼ぶ。あ、ひびくんをちょっと呼んでくれたまえ。警部。はい。あの、看護婦さんにも出てもらってくれ。はい。あの、お呼びだそうで。ひびくん、いよいよ最後が近づいたらしいよ。明日の日の出を見てから死ぬよ。
随分見慣れた景色だが、もう一遍見てから死にたいもんだ。先生、そんなことおっしゃっちゃいけません。問題、君までが別荘を書いて、せっかく安心して死のうと思ってるのに、もっとそばに寄ってくれ。家内はさっきよく言い渡してみた。どうだね、大体君の方の用意はできたかね。用意ってほどのこともありませんが、整理の方は一段落ついたように思います。病院だけは手がつけてありません。しかしこれは単独に処理できると思いますから、どうかご安心ください。ありがとう。病院は病院として、家族のこともよろしく頼みます。おっしゃるまで参りません。ことに女どもは君の力を頼るほかにはないんだから、稽古は笹島に任す。残るのは滝子だ。稽古が嫁いってしまうと、あの女は一人ぼっちになる。わしが死ぬ、すぐに惨めになる。それじゃあんまりあれがかわいそう。わかりました。日吹雄三の人間をご信用ください。ありがとう。こんなつまらない仕事で君を縛りつけてすまんな。感謝します。さあ、それではあちら行っててもらいましょう。しばらく一人でいたいんだ。じゃあ、ひびくん、あちらへ行っててくれたまえ。あ、いや、後ほど。お父様。いや、稽古、いや。どこにおいででしょうか。奥様お探しなんですけど。知らんな。お母様、また考え込んでらしたのね。どうしありませんか。いいえね、もう何も考えならないってお約束したでしょ。
でもね。あら、大変なご様子して、何してらしたんですよ。芝生にお水まこうと思って。昔とは違うんですもん。働かなくちゃ。そんなこと君屋にさせたらいいじゃありませんか。うん、面白いわ。おやしあそばせ。あなたはやっぱり、ご本でも読んでらした方がよく似合うんですよ。人並みの暮らしってこんなもんでしょ。ねえお母様、お金はあるはあるで重宝ですけど、お金のあるなしで値打ちを決められる世の中なんて頼りないじゃありませんか。恵子たち少しも返すじゃありませんのよ。それは母さんだってよく分かってますけれどね。なら以上ございませんか。はいはい、よく分かりましたよ。どうしましょう。ごめんなさい。いやだ。ごめんなさい。なかなか元気ですな。あら。お母様、お母様。何ですね。響きたんや。そう。いらっしゃい。あ、こんにちは。いや、お母さん。どうぞ。まあ、大変な汗ですこと。いや。汗とでも言いますか。いつまでお待ちでございますね。あ、虫虫ですか。あ、恵子ちゃん。ん、どこ行ってしまったんだ。ねえ、君は、どれにしようかしら。さあ。あ、あのね、この間買ったハンカチどこにあるかしら。あれは。どうぞ。いや、どうも。どうぞ、お脱ぎなさい。あ、昨日、安彦さんの遺産相続の問題で、税務署まで行ってまいりました。で、あの方たちには生活に困らないだけのことはしたつもりですから、まずまずご心配なく。すみません、いろいろ。いや、生活に困らんという程度ですよ。というのは、あの方への遺産は決して生活保障とまではいかないからなんです。ところで私は、安彦さんを医局員の一人として残す。その病院の俸給だけは立ち上げると、まあこういう手段を取ったのです。いかほどいただけるか存じませんが、それで安彦さんやっていけるでございましょうか。さあ、そいつが疑問なんです。何しろあの乱兵来ては弱った方です。ダメでございますかね、やっぱりあの人。ああなると、金ってものの観念がまるでないって言っていいような。いらっしゃいませ。え、稽古どうしてます。あの、ただいまお召し替えをなってらっしゃる。さっきは元気なスタイルを拝見しましてね。どうぞ。どうぞ。いや、安彦さんに比べると、奥さんや恵子さんは、いざとなるとこうやって借家住まいまでしてくださる。私としましては、随分働きいいことなんです。他の人々に対しても。まあ。何をしてらっしゃるんですよ、そんなとこで。恵子ちゃん、どんなのお召しになったの？拝見させてちょうだい。ちょっと。恵子ちゃん。だって、さっき響さんにあなたを見られちゃったんですもんね。あなたには似合わないのね。決まりが悪いでございますよ。どうぞ。いらっしゃいませ。いや、さっきはどうも。これ何です。この間恵子があなたに言って取ってまいったんでございますよ。汗をおかきになるから。ハンカチですね。いや、すみませんね。僕はもっぱらこれをやっとるです。毎日経済的でいいですからな。じゃあ、いけなかったかしら。いや、結構です。いただきます。恵子様いらっしゃるなら聞いていただきます。何でございますの。いや、堅苦しい話で面倒と思いでしょうが、実は奥さん、今度の生意にあたって奥さん名義の現金を5万円ほど浮かしました。私の名義で。そうです、奥さんのものです。でも、それは当然安彦さんのところに行くべきものじゃないでございましょうか。ねえ、恵子ちゃん。そうだしょうね。よくわかりませんけど。亡くなられた先生のご遺言なんです。先生の意思です。動かすことはできません。はあ、ですから、これは安彦さんには絶対に黙っててくださらないと困ります。はっきり言いますと、あの方は島家の相続家として、お母さんを扶養する力がないばかりでなく、お母さんの将来の生活を脅かすことになるだろうと思うんです。ねえ、響さん。あなたのおっしゃる気持ち、
私たちにはよくわかるんです。でもそれをおっしゃってしまいになったらもうおしまいじゃございませんかしら。いや、わかりました。じゃあお兄さんの話はもうやめましょう。いや、ところで、あともう一つだけ我慢して聞いてください。実はあの病院、いよいよ島家の手から離れることになりました。株式組織にする決心をしたんです。その代わり八分配当くらいの株を相当足す島見法人、つまり奥さんの名義で登録するつもりです。さあ、これで事務的な報告終わりました。あとは雑談。失礼します。どうぞ。いろいろ大変でございますね。なんとお礼を申してよろしいか。いや、これが僕の商売です。お手のもんですよ。これでも先生のおかげで小樽交渉が出たんですからね。あ、恵子さん、さっきのお元気な姿、沢島先生に見せたいですな。お見せしますわ、いくらでも。そうですか。これはやられた。私がよせよせって申しておりますのに。待ち遠しいでしょうな。何をでございますの。11月の末、あと2月か。だって、あれは私の方から伸ばしてくれって申しましたのよ。ねえ、お母様。まあね、それに、いくらお父様のご遺言でも、その月の6月前にはね、お嬢様、梶原様がお見えですけど。あ、そう、ご挨拶。あ、僕もそろそろ退散しますかな。まあ、お許しでございませんか。ええ。ねえ、お上がりなさいよ。わかりなさいよ。でも、そうして言われませんの。新橋駅でね、もうとうちを約束してあるんですね。そう、佐々木さんがいらしてますの。どうしてこれ。そのかかとご覧になればわかりでしょ。実利家よ。実利家、別の方。この後に及んで別の人と何でまして大変ね。そんなこと。でね、これから箱根行くんですけど、いかが。まあ、素敵。あなたも都合つけた後からいらっしゃらない。お父様を亡くした気晴らしになるかもしれない。結婚前に私と遊ぶのもこれが最後だし、それはあなたのお母様にお願いに来ましたの。あ、そう。じゃ、ちょっと待ってらしてね。お母様呼びしてくるわね。お待ちになっててね。え、なんだ。あの、判決が。よ、よ、どう。あんた今度は来んのか。僕は学級の人だからね。病院の方さえよければそれでいいんだ。初心に邁進したまえ。ありがとう。君を支持するのは僕ばかりじゃねえんだ。榊先生だって君の味方だ。え、榊先生も。うん。やっぱり若い人の方が話がわかる。そうか。若いほど自己防衛の本能が外に現れないんだな、つまり。なるほどね。さすがに精神科の先生だけあって言うことが分析的だ。だからね、つまりその、君は各部の睨み合いなんか心配する必要はないんだ。むしろそれぞれの勢力の均衡が取れていたいじゃ。下手に意思疎通なんかない方がいいんだな。自然競争になって成績が上がるわけだ。うん、やろうな。思い切ってやろう。ついた泉君、うん、境内の藤林博士ね、うん、僕はどうしてもあの人を院長にしたいと思うんだが、どうだろう。境内の藤林博士、うん、随分大物に目をつけたね。うん、あの人なら大丈夫だ。経歴は眩しいくらいだし、それに正義の人だからな。しかし動かなくて。いや、動かしてみせる。君ならやりかねないな。うん、まあ一つ大いにやってみたまえ。うん、やってみるよ。うん、しかし医者なんかは恐るに足らずとしてた。君はもっと始末の悪いことになるぞ。何やで。岸和田銀。あの女君に夢中だぞ。え、まさか。言って無責任に逃れるのもかわいそうだぜ。彼女は一本身だ。君は特殊の立場であの女を自分に近づけた。それがとうとう恋愛感情にまで彼女を引きずり込んだんだな。うん、僕はそんな意思では、いや、そんなことを予想させるような素振りさえ示さなかったと思うんだぜ。理屈は割り切れんさ。だけど惚れるな女の勝手だって言うなら、まあ、それでもいいがね。アイスメイ君、もうあの女のことは言わないでくれ。近づけないこと。実はこの頃ではなるだけそうしてたんだ。じゃあ自分でも気がついてたんじゃないか。うん。
しかし僕は今まで一度だって女に惚れられたことはない。その方には自信があったんだ。そういう男が追っかけられるんだ。最近ではこういうやつは追っかけられない。田島なんかいい例だよ。羨ましいですね。僕も2、3日休んで行ってみたいな。箱根は幾日ぐらいの予定なんです？1週間かそこいら。母一人じゃかわいそうですし。なるべく早く帰ってほしいよね。あ、できましたら。あんたはどうしてそう冷淡なのかな。そんなに冷淡かしら。そう。私、元気になって帰ってきますわ。帰ってきて、いきなり飛びついちゃうかもしれない。本当ですか？運転手さん、急いでくださいな。お母さん、もういい加減なさいよ。もうちょっとで組みがつくんだから。よかったよ、これすぐ入ってるんだけど。まるで呪文みたいに見えるだろ。あ、お前だ。じゃあ何かい、やっぱり安彦さんは院長になれなかったの？ええ、人は大して悪くないんでしょうが、その器にあらずというところでしょうかね。うん、先生も息子さんには恵まれなかったな。お前ね、いい気になって病院をかき回して、生まれ物にならない方がいいですよ。また始まった。憎まれ者になるのまた愉快ですよ。男子の本懐とでも言いますか。先生のためなら構いませんよ。それに僕、月給だって初めの300、200円にしてやってるくらいですからね。誰にだって後ろ指は刺させませんよ。でもそれは誰も知ってないことなんだからね。正義正義って言ったって他のもんには分かんないからさ。分かんないとこが値打ちですよ。まあ母さん、心配しないでくださいよ。誰かな、暇人君。うん。誘導。え？ちょっと。誰です？ほら、いつかの。いつかの？あ。こんばんは。何がよ？は。病院のこと？いろいろなことで、ずいぶんどうしようか考えたんですが、やっぱりお話しした方がいいと思って。まあ、上がってまい。は。君は僕のため、いや病院のために尽くしてくれるのはありがたいけど、今自分のこと出てこない方がいいよ。もし見つかれてもしたらいいわさ、立ちこない。先生、ずいぶんお帰りになりましたわね。病院でお顔見ない日はないんですけど、先生のお目は何も言うなっておっしゃってるようですし。それは仕方ないさ。いいえ、以前はそんなことございませんでした。私、正直に申します。私、この頃何やっても張り合いございませんの。なんだ、そんなこと言いに来たのか。言うぞ。いらっしゃい。いや、もう遅くに伺いまして。いいえ、いつぞや失礼いたします。こちらこそ、どうぞごゆっくり。すいません、お願いします。先生は何でも言っておっしゃってくださいましたわね。正しいと思ったことはどんなことでも言って構わないんでしょ。そんな聞き方ってあるかい。それは物とことによっちゃ自ら言う必要のないこともあるだろうし、僕だって聞きたくないことだってあるさ。院長先生のお嬢様にとって重大なことなんですもの。うん、黙ってちゃいけないような気がして。恵子さんのこと、あの方のご結婚に絡んで。うん、聞こう。いつか住みって看護婦が病院を辞めたこともご存知でしょ。そんなことがあったね。あの人、私には何でも喋ってましたの。本当の親友でしたの。いや、それは言うてもいいかな。二度か三度だけだと思いますけど、佐々島先生に誘われて熱海遊びに行ったんですわ。ん？証拠があるのか。
笹島先生からのお誘いの手紙がちゃんとチョコレートの空き箱にしまってありましたわ。それを見せられたこともありますの。そうか。ええ、そんなことがあったのか。笹島先生は前からお嬢さんに目をつけてらっしゃったらしかったですわ。それに指の怪我のことがあるでしょ。もう堤さんをそばへ寄せつけないようにしておしまいになったんですわ。なるほど。堤さん、それは悔しがって自殺騒ぎがあったんで、とうとう病院を出ておしまいになった。それを知ってるのは私だけです。誰にも言っちゃいけないぞ。差し当たって僕がどうするか、そいつは分からない。堤って人、そのまま行方分かんないのか。やっと分かったんです。神田の錦町の錦看護婦会ってとこにいるんです。うん、笹島がね、こいつはよく考えなくちゃならんことだ。いいえ、別に。ねえ響さん、あなたその堤って看護師さんにお会いになりまして。いや、まだ会いません。あんまり僕が出過ぎることは、こいつ弁解も行きますが、あなたの判断のように僕の余計な判断を加えたくなかったからです。つまりあなたの聡明を尊重したかったからです。それでまあとりあえずお母さんと相談したわけなんです。ねえ恵子ちゃん、これ以上は響さんにお任せした方がいいんじゃないかと。じゃあ恵子、直接笹島さんにお目にかかって調べてみますわ。そんなことを直におっしゃっちゃ頭が気まずくなりますよ。それにどんな男の方だって、はい、そうですってお返事なさりゃしませんよ。いや、しかし恵子さんのおつもりでは、笹島先生はあくまでも信じる態度を取りたい。そうなんじゃ。それはそれで結構だと思います。実は多少それもあるんですの。そりゃあの方だって、何とでもごまかしおっしゃることはできるでしょう。でも、そこまでは私として疑いたくないんですの。事実があれば、その事実をあの方の口から言わしてあげたいんですの。私だって、一度は結婚しようと思った方ですの。せめてそれくらいの信用は持ってあげたいと思います。わかりました。結構です、皮肉でなし。でもそんなデリケートな心遣いは沢島先生にわかるかどうか。わからなくちゃっていいんですの。問題はただ私が惨めな女人にならなければいいんです。突き詰めればエゴシックな気持ちでしょうけど。でもね恵子ちゃん、こんなことやっぱり響さんにお願いした方がいいんじゃないこと。どうでしょう。ともかく僕がその罪と女に会ってみましょう。そうすればデマかデマでないか一番はっきりして、あなたが沢島君に会うにしろ、会うだけの腹ができるわけです。いえ、それは困りますわ。堤さんこそ私が二人きりでお目にかかる方だと思います。同じかわいそうになるなら女同士でかわいそうになった方がいいと思います。なるほど、よくわかりました。そうですか。あ、うっかりしてお茶も入れません。あ、そうでしたね。いや、結構です。もうおいとましますから。まあ、お許しでございませんか。ねえ、そうなさいますよ。お止めしといてね。じゃあちょっと。いや、残念、あなたの態度は立派すぎて僕には口の出しようがありませんよ。まあ、お上手おっしゃって。いや、全く。自分のことですもの。私、自分で型をつけてみますわ。それはあなたのことですから、ヘマはおやりにならないと思いますが。まあ、思い通りやってごらんになるんですね。はあ。こちらなんですもの。そんな話あなたも嫌でしょうけど、私にとってもたまりませんのよ。私こそあなたに笑われるだろうと思いますわ。あなたに傷を負わせようなんて決してそんな気持ちで言ってるんじゃありませんのよ。それは分かりますわね。お願い、言ってくださいませ。本当でしたの。
ご一緒でしたら熱海と箱根と。そう、すいません、そんなことまで言わせて。ねえ杉さん、あなたあの方と結婚なさりたくない？それほど混ぜることがあって引っ込むことありませんわ。だってあの方お嬢さんに夢中で結婚までする方じゃありませんか。すると思います。こうなってよろしかったら私からあなたのことをお話しますけど。嫌なんですよ、うん、お嬢さんだって誇りを持ってらっしゃるでしょ。私にだって私だけの誇りを持たせていただきたいですか。怒ってらっしゃる？とんでもないことですわ。そんなことでなしに、もう二度とあの人の顔を見るのも嫌なんです。痩せ我慢じゃありませんわ。それを知っててください。私がたまりませんわ。職人います。笹島さんのこと軽蔑してますわ。よくわかりました。お互いに惨めな女になるのはやめましょう。出たんですよ。おいしいです。約束じゃない。私ちょっとお話がございますが。どうしたんですか。さあどうぞ。いえ結構でございますか。まあ、素晴らしく切り替わりはですね。笹島さん。お？あなた堤さんはどうなさるつもりなんでございますの。え？堤って？あなたの。僕も。あ。ねえ、僕は島恵子って人以外に女性を愛したことも愛されたこともありませんよ。私の名前出して愛されるって言葉どうでしょう今の場合。何か電話聞いてきましたね。私ちゃんと知っておりますわ。いや知ってませんね。多分前にいた看護婦のことだろうと思うんですよね。いろんなこと言い方に言って困るんですよ。どうなさるつもりですあの方。どうするもこうするも別に何でもないと。何でもないとおっしゃいますね。それは僕だって同じ職場で働いてるんですからね。たまにお茶食事ぐらい一緒にやりますよ。いや、去年や朝に。え？あ、いただきます。これ以上私に何を言わせないでくださいませ。たった今つみさんに言われて何もかも伺ってまいりました。そうおっしゃれば、もう何も言いませんよ。あなた、あの女の言うことと僕の言うこととどっち信じますか。え？僕は絶対にデマだって言い張ります。しかも、あなたの心の内に一点の疑念があるとすれば、それだけで僕たちの結果は無意味だと思います。さあ、僕を信じなさい。大変な否定のなされ方。それだけ思い切ったことをおっしゃれば。あなたを尊敬いたします。じゃあお約束は今日限り解消ってことをいたしましょう。解消？解消ね。はあ、じゃあごめんすいません。どうしました？は、おかげさまですっかり済みました。そうですか。それはよかったですね。は、忙しい日でしたわ。堤さんにお目にかかって、すぐその足で笹島さんにお目にかかって、それで万事解決がつきました。どんなことですか？
私のすること一つしかないじゃございませんか。そうですか。やっぱり事実だったんですね。はあ、笹島さんはあくまでデマだって頑張ってらっしゃいましたけど。この後に及んでね。うん、そういう出方は男としてけしからんと思うんですが、しかしあなたの態度が僕の期待した通りで安心しましたよ。もちろんそう簡単に気持ちの方の解決はつきますまいが、中途半端な想像で苦しんでおられるずっといいですよね。はあ、じゃあご報告だけ失礼いたします。あ、僕も今慰めも今後のことも何も申し上げません。失礼します。恵子さん。は、はあ、あのお送りしませんから。いいえ、じゃあごめんあそばせ。恵子さん、お母さんはお出かけになったんですって。はあ、またお金のことなんかじゃないですよね。いや、そうなんですよ。急に御用があるってお兄様からお呼ばれなんですけど。うん、ちょっと気になりますね。まあよろしいでございませんか。その話だって恵子さん、ねえ、この桜の巣の弁護で全部お読みになったのか。やっと半年がかりで。そうですか。ご感想は、まるで私たちのことみたいで楽な気持ちはやめませんでした。あ、君や、お冷や持ってきてちょうだい。私にね、はい、お氷入れて、うん、なるほどね。どうも失礼いたしました。いや、結構だ。大変な日でしたね。辛かったですよ。ご想像にお任せいたします。僕から見ればあなたにとっていい日だったんじゃないかなとも一方思ってるんですかね。どっちにしろ早く日が経ってくれた方がいいと思います。じゃあ僕はいいことをしたんでしょうか、悪いことをしたんでしょうか。いずれにしろ僕は水牛にやったわけじゃありませんが。それはもちろん私はっきりありがとうございましたと申し上げますわ。そうですか。それで安心しました。ところで、僕は昨日。ご苦労さんは。響さんは。いや、結構です。じゃあ、失礼して。どうぞ。騙すの？今のお話。あ、実は僕は昨日あなたがたった一人で帰ってから姿をいつまでも見てました。ずいぶん長い間。変でしょ。
で考えたんです。病院でも家へ帰ってから寝てからも随分考えました。どういうことでしょうか。あなたに僕が結婚を申し込むことです。え、まあ白状しましょう。僕はあなたを、そう、成人したあなたを見たとき、この春鎌倉の別荘で、しかもその着物を着ておられましたね。あの瞬間です。こいつは危ないなと思いました。めちゃくちゃに好きになりそうだ。しかし、好きになったら大変だと思いました。先生から引き受けた仕事があったからです。そこへ沢島君という後輩が決まったわけです。まあ、これで安心だと思いました。ところが、今度の事件です。ねえ、恵子さん。僕には人間以上のことはできません。それでもあなたと生きていくくらいのことはできる自信があります。響さん、あんまり出し抜けです。私、何と返事申し上げていいか分かりません。出し抜けです。しかも折りも折りです。僕の感情のどっかに不純なものがあると思われても仕方がないと思います。客観的にそうやれても仕方がないと思うんです。場合が場合的に。でも僕は今こそ本当のことを言うべきだ。その方が男らしいと思ったんです。男の方と女とは違いますわ。お志はよくわかります。で、昨日の今日、私がどんな返事申し上げるか、それぐらいのことをお分かりになっていただけるでしょう。無駄だとおっしゃるんですか。無駄とか無駄でないとかでなく、私がそういう問題に当分触れたくないと思っている気持ち、差し付きませんかしら。それは重々わかります。いや、よかったんです。僕はあなたに十分考えていただきます。あなたも考える時間があるわけです。というのは、僕は今夜病院の資本金のことで大阪へ立ちます。話によってはいつ東京へ舞い戻ってくるか分かりません。ああ、ご返事はその時で結構なんです。その時になってもお返事申し上げられないかもしれませんけど。いやいや、いつまででもお待ちします。この話はもうやめましょう。買い主は30万円いるんですからね。響きゆうこの力で30万円できるかできないか面白いところですよ。できるまでは東京の土は不満妻です。そろそろもうおいとましますかな。あ、それからお母さんに、安井さんとはお金の話は絶対なさらないようにお伝えください。くれぐれもですよ。いや、ごめん。よく考えておいてください。僕という人間をよく研究してみてください。じゃあ、お母さんによろしく。はい。おやすみなさい。ごめんなさいませ。この際、日本古来の女性の心理を研究しようと思いましてね。心境？まあね。あ、止めてください。石渡さん。まあ、こんにちは。どこいらっしゃるの？え、ちょっと。どうなさって？あの、私、今日限り病院に上げさせていただいたんですの。まあ。長いことお世話になりましたけど。島さん。は？私、お先失礼いたしました。あ、そう。ごめんなさいませね。構いませんの？いえ、よろしいね。さよなら。どうか
の話しましょうよ。ね、参りましょう。スミさんとで何もかも話し合ったとこ、ちょうどあなたのそこへスミさん座ってらしたわ。時間もちょうど今時分。そう、すみません、私余計なことをおしゃべりしちゃって。まあ何をおっしゃるの。せっかくのご縁だ、私のおしゃべりかな。いやいし、私さ、私ね、あなたが響さんに教えたこと感謝こそしておれ、あなたから同情されるようなことは少しもないと思ってますのよ。本当によかったと喜んでますの。でなきゃこんなに笑った話はできやしませんわ。あなたどうして病院をお出になったの。これからどこいらっしゃるおつもり。スミさんのとこですわ、西木看護区か。病院そんなに多いよ。そんなせいじゃないんですの。他のことでいたたまれないんですの。どうして。お嬢さん、私何もかも言ってしまいますわ。言うだけで気が晴れそうですから。昔のお友達になって聞いてくださいますね。どうぞ。何だって伺いますわ。私ね、病院で響さんに使ってスパイのような役目をしてたんですね。さっきでお話ししたり、響さんのお宅へこっそり伺ったり、あの方も私に打ち解けてくださったり、私も病院で男の方ってば響さんだけが頼りだったんですね。そういうお役目だったという話、私も伺ったことありますわ。お役目だけならよかったんですね。そのうち自分で気がついた時には、あの、え、あ、そう、ええ、あの方を見るだけでも、お声を聞くだけでも、どこがどうって言うんでなく、この世の中にあの方がいるっていうだけで、それだけで嬉しかったんですね。そういう人なんですわ、あの方は。そういう人ね、あの方は。打ち明けなかったの。それができるほどなの。でもこの頃あの方の目は私にそばへ来るな、物も言うなっておっしゃってるようなんですの。それがよくわかるんです。でもそりゃあの方のお仕事のご都合でしょ。いいえ、そんなんでなく、あの方の心が命令してますのね。私苦しくて、せめて病院でも出ればいいと思ったんです。それにはあの方はちょうどご旅行中だし、一番いい時だと思って。西岩田さん、あなたはそんなにくじな人は思わなかった。いいか悪いか、そういうこと恵子には分からないけど、でもそれほどまでの気持ちご自分で大切になさらなくちゃ、そのまま病院を逃げてはいけないわ。西岩田さん、任せてくださらな。
響さんに言うわ。そんなことなすちゃん。家に言いますわ。あなたと私と二人がかりですもの。響さんの気持ち動かさないはずないと思いますわ。でも、ね、任せて。あなたもおっしゃ、私からも言いますわ。だっていいんですの、そんなことしていただいて。どうして？なんだか悪いような気がして。誰に？もしかしてあの方に、それからあなたに。そんなこと、そんなことありませんわ。実は困りますよ奥さん、こんなことなすちゃ。はあ、私があれほど申し上げたのに、なぜ3000円をお出しになったんです？それをおっしゃられますと、なんとも。私が立て直しに夢中になってる、それをそばからぶっ壊しになるんですからね。それに事情を聞いてみますと、本当に困ってる様子だったもんでございますから。いや、あの人だから余計いかんのです。預金のことや株のことは先方に知れて、私はいよいよやりにくいことになったんです。響さん、そうおっしゃらないでくださいませ。母だってよく承知してるんです。でも分かっててできないことだってございますわ。それはどういうことですか？自然の感情が利害の打算を超えることだってございます。利害の打算ですって？そういう言葉で語られちゃこちらが迷惑しますね。だってそうじゃございませんか、恵子ちゃん。いや、奥さん、喧嘩じゃありませんよ。率直に言って僕の口もさせていただきたいと思うんです。少なくもあなた方お二人の生活の安定だけは、何を置いても立てとくことが亡くなった先生に対する私の責任なんです。私の仕事なんです。そんなら私たちずっとあなたに生活させていただいてるってわけなんでしょうか？そんなこと言ってやしませんよ恵子さん。あなたは何か僕のやり方について誤解してやしませんか？さあ、あなたがそう言わせる何かが僕の態度なりやってることにあったとすれば、僕があなたに結婚を申し込んだことはどういうことになるんです？考えただけでも冷や汗が出ますよ。そんな男に見えますか？大変な誤解だ。誤解なら誤解で結構です。どうせあなたと私とは別々に生きていく種類の人間なんでしょうから。そう、そうですか。やっぱりあの兄もたまには本当のことを申すものと見えますわ。すると、うん、僕の希望は入れていただけないわけですね。は、せっかくでございますけど。わかりました。恵子ちゃん、それを今こんな時に申し上げなくても。いや、結構です。いいんですよ。お母様、すみませんけど、あちらいらしていただけません？でも、あなた。いえ、こういう話、響さんと二人きりの方がよろしいんですが。そうですか。あ、ちょっと、お二人のいらっしゃるところで申し上げますが、奥さんはしばらく別荘の方へおいでになっててください。それはどうして？安彦さんが弁護士を間に立てて、奥さんや私を訴えようとなさるんです。もう。まあ、当分何やかんやったらうるさいと思いますから、それには奥さんがいらっしゃらない方がやりいいんです。困ったことになりましたね。いや、私に任せてください。どうぞ、恵子さんと話をしますから。そうでございますか。では。嫌でございますわね、親子で。こんなことはあなたの知ったことじゃありません。それより、他にもっと何かおっしゃりたかったんでしょ？僕を拒絶になったことで。はあ。どんなことね？あなた、石渡さんをどうなさるつもりなんでございます？石渡？石渡議員がどうしたんです？あの方の愛情がどんなだってくらい、あなただってご存知のはずでございますよ。え？愛情？え、あの方、病院を出になったんです。かわいそうだとお思いになりません？それは僕の責任じゃありませんよ。それはあの人がどんな話をしたか知りませんが、僕と石畑君とは病院の仕事を通じて以外に個人的な感情の上に立ったものでは絶対にありませんよ。それは特別な仕事を合わせたけれど、しかしこれは僕の主人の権限で病院のためにやったんです。そんなご説明でしたら伺わなくたってちゃんと差しぐらいついておりますか？ご自分の方に捕まえられる嫉妬さえなければいいってお考えでございますよ。それは嫉妬がないからって済ましてらっしゃるのは卑怯です。男らしくございます。こんなこと響さんだから私思い切って申し上げるんですわ。いや、僕どうすればいいんです？会ってあげてくださいませ。会ってあの方のおっしゃることも聞いてあげてくださいませ。
しかしね。しかしも何もございませんわ。滑稽ですわ、あなた。女に追い回されて困った顔なさるなんて、男の方のうちで一番滑稽なのですわ。滑稽でもいいです。まあいずれにしろあなたへの申し込みはこれでおしまいですね。そういうことになりますわね。その代わりあなただって僕の気持ちを左右する権利はないんですよ。帰ります。じゃあまたご相談に来ますが、お母さんにはぜひ妙の別荘の方へいらっしゃるようにお伝えください。はい。あそこの土地と小さな別荘だけは残してあるんですから、お母さんにお目にかけません。よろしく。響さん。は？あの石田さんは神田の錦看護婦館にいらっしゃいます。堤さんと同じところ、あの方を第二の堤さんになさったら、私一生あなたを軽蔑いたしました。あの方はいいでしょう。ごめん。ごめん、あそばせ。どうしたの？行き入って待ってるじゃない。あの、もうお会いしないでおこうとも思ったんですけど、やっぱり我慢ができなくて。すみません、お留守に勝手に病院を出たそれ断りに来たの？先生、怒ってらっしゃるでしょ。怒る？怒ってるに見える？歩こうか。言いたいことを言う前に、いいかね、これだけははっきりしておこう。僕は今まで一度も君に対して紛らわしい態度は取らなかったつもりだ。それは認めてくれるね。それははっきりしておかないことには僕は一言だって口は聞けない。それはもう私のことなんか何と思ってらっしゃらないことよくわかりますわ。でも言いたまえなんだよ。泣いてるのか。バカだな。まあ、かけたまえ。しかし君はもう何も言わなくたっていいんだよ。恵子さんからすっかり聞いてしまった。まあ、お嬢様から。そうだよ。今度は僕の番だ。はっきり言うけどね、僕はついこの間お嬢さんに結婚を申し込んだんだよ。やっぱりそうだったんですもんね。どうして？結婚とまでは考えてませんでしたけど。ところが今見事に断られてきた人間なんだ。
そんな男を君はまだ愛し続けられる？え？どうだい？続けられますわ。一方に断れて、君はすぐ別口の方へ行って、恋すると君の愛情を受けられるとすれば、随分滑稽だと思わないかい？あ、思いませんわ。そうかな。だって、私が勝手に先生のことを思ってるんですもの。先生がどなたを思いになろうと、やっぱり先生の勝手だと思いますわ。いや、本当にそう思ってるの？は。そう。ありがとう。あ、こっちまで送ってこう。そう。じゃあ歩こうか。自分の女房とならどこをどう歩き回ろうと誰も文句は言えまい。先生、ん？もう一度しちゃって。自分の女房とは。先生、何だ。もう一度、何度も言わせるのよ。私、なんだか夢のような気がして。君はまだ僕のことを買いかぶってるね。お嬢さん、私の気持ちを察してお断りになったんじゃないでしょうか。心配ですわ。お嬢様だってきっと先生を。冗談言っちゃいけないよそんなことあるか。あの人たちと僕たちとはその世界が違うの。あの方を本当に思い切っておしまいになりますかしら。うん、できると思うよ。いいわ、でも思い切っていただかなくてもいいわ。ただあなたのそばにいられたらそれでいいの。私だってきっといつかお嬢様を思い切らせてみせられると思います。うん、大変な自信だな。どうやらこれは僕の負けらしい。どうした？お考えだったんですか。響さん、安彦さんのこと本当にお願いしますよ。何とかして表沙汰にならないようにしていただけないでしょうか。ええ、それはこちらが譲歩すれば何でもない話なんです。いたします、すぐにもいたします。響さん、そうなさってくださいませ。私たち二人で毎日のように話し合っておりましたの。どんなまさかの場合でもひたふたするのだけはやめましょう。私とお母様とで日干しになってもきれいに死にましょうって。それはいい覚悟です。そうですか奥さん。あ、毎日毎日こんな辛い思いするよりはよっぽどいいと存じますの。それに安彦さんだってこちらから寄りかかっていけばまた別な面で私たちを考えてくれんじゃないかと存じますの。それにあの人だって自分が投資だという自信力を持ってくれればまた考えも違ってくるんじゃないかと思うんでございますので。そうですか。いや、よくわかりました。実は病院の成績戻るほど良くなりましてね。この調子なら財産全部を安彦さんに渡しても別な名目でこちらの生活は十分保障できるようになってるんです。あ、それでも結構すぎることでございますよ。では何分安彦さんを立てるようにお願いいたします。あ、それが結局亡くなった主人が喜ぶことになるのじゃないでございましょうか。万事手続きいたします。これで安彦さんも目が覚めないか罰が当たるわけですよ。あ、私もおいとましなくては。あら、今夜お泊まりになるんじゃありませんの。そばそばせよ、もう記者の時間は間に合わないでございましょうか。あ、じゃあお言葉に甘えまして。どうぞ。八時の座敷はよかったわね。どう。響さん、
なたの今までの骨折りが無駄になるみたいですみませんね。いや、どういたしまして。恵子ちゃん。はい。恵子ちゃん。お返ししちゃダメよ。すみません。恵子さん。お母さんもあなたも、さすがに先生の遺族ですよ。僕の考えなんかはるかに小さいと恥ずかしくなりました。高潔な血とでも言うか、とにかく僕たちとは確かに違った生き方ですよ。そんなでしょうかしら。宿命的な弱みとでも言うか、そんなものはあなたに感じますよ。だからあなたに結婚を断られた時にはがっかりはしました。しかし、なんていうか、さっぱりなさいましたでしょ。さっぱりしました。しかし、あなたに尽くしたいという気持ちは永久に続きますよ。友情というか、両親というか、そうしないといられないんです。あの、こんなこともしちゃ失礼かもしれませんけど、あなた、本当にご立派な方だと思いますわ。恵子ちゃん。はい。ちょっと来てちょうだい。ちょっと失礼し。恵子さん。何か。あの、明日の朝海岸に出ましょうね。参りましょう。おはようございます。何してない。日比さんらしいおっしゃり方。しょっちゅうなんかしてなきゃいけないみたい。それはまた恵子さんらしい言い方だ。でも、しておりましたのよ。考えますと。何だ。何を考えてる。あなたのこと。僕のこと。ええ。石渡さんにお会いになりまして。ええ、会いました。あの方、あなたに宿命的な弱みがあるんですわ。羨ましいですわ。羨ましい。それはどういうこと。私ね、今だから申しますけど、佐島さんなんて方より、あなたの方がずっと好きでしたわ。ただ、どういうものか酔えなかったんです。酔うなんて変な言葉ですけど。でも、好きには好きですわ。好きなくせに。これが宿命っていうのか。あなたは僕のことなんか考えないで、どこまでもあなたの夢を育てなさい。ねえ、恵子さん。僕はつい最近、石渡君と結婚の約束をしました。まあ、あなたに断られた晩日、帰ってみるとうちの前に来てたんです。と僕は考えたんです。この女になら何かしてやるなと、そういう自信が持てたんです。ねえ、恵子さん、人間は自分を必要とする場所へ行くべきだと考えたんです。例えば、あなたは必ずしも僕を必要としない。しかし、今は僕が必要なんです。だから結婚することに決めたんです。おめでとう。おめでとう。そう言ってくれますか。ええ。
どうかしたんですか？いいえ、別に。すいません。